ボーコという名称の湖は北アメリカ大陸にいくつも存在する。カナダには少なくとも5つのボーコが存在する。またアメリカ合衆国にも少なくとも5つのボーコが存在する。カナダのアルバータ州のボーコ。北岸から大体南の方向を見たところ、カナダのアルバータ州に存在するボーコは、レイクルイーズの町の北方約3 0トルに位置する小さな淡水湖である。 湖水面の標高は1920メートル。この湖は、おおよそ北緯51度39分52秒、成形116度26分55秒に位置し、この湖も含めた一帯は、万フ国立公園に指定されている。この湖は、棒氷河の末端を源流とする、棒川の流れの途中に存在しており、したがって、この湖の主な流入河川と流出河川は、 共に棒川である。よって、この湖の水は、最終的に北極海の一部である、ハドソン湾に注ぐ。ところで、この湖は、長さ約3 2トル幅約1 2トル面積約3.21平方キロメートルと小規模な湖だ。しかしながら、この湖は、氷河の末端で誘拐した水が流れ込んでおり、その水には、氷河が削り出した。 微細な粒子が含まれているため、入社する太陽光が散乱され、湖水がターコイズブルーに見える。この美しい湖水をと称えていることで有名であるため、夏季には毎年多くの観光客が訪れる場所として知られている。この湖の周辺には数々の遊歩道が整備されているものの、この付近ではグリズリーが頻繁に出現するため、その都度閉鎖される。 このグリズリーとの遭遇を避け、またグリズリーの生態を保護するために、遊歩道は最低6人以上のグループでハイキングするように定められている。ちなみに、湖の近くには駐車場も整備されているが、駐車場からほど近い湖正面には赤いロッジが立っており、背面の氷河と対照的でとても美しいため、しばしば写真コンクールで優秀な賞を獲得している。ことでも知られている。 カナダのブリティッシュコロンビア州に存在する膀胱は内陸部に存在する小さな淡水湖である。なお、この湖はおおよそ北陸54度04分15秒、成形123度10分24秒に位置している。アメリカ合衆国のニューハンプシャー州に存在する膀胱は小さな淡水湖である。湖水面の標高は157メートル。この湖は おおよそ北緯43度14分56秒、整形71度10分54秒に位置し、この場所はニューハンプシャー州の東部にあたる。なお、長さ約 4.5km、幅約 1.9km、面積約4.7平方キロメートルと小規模な湖だ。このような小さな湖ではあるものの、湖の中にはベネット島、ルーン島、ロング島、ビーチ島、 海島、雷島、ヨーク島の7つの島が存在する。なお、この湖から流出する河川としては、アイシングラス川が存在する。ちなみに、この川の水はいくつかの河川を経て、最終的には、大西洋に注ぐため、この湖の水も同様である。ボーレーク、ブリティッシュ、コロンビアジオグラフィカルネームス、2013年3月12日、閲覧、ありがとうございます。